皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も魔女の家 Witch's House やっていきたいと思います。さっと前回はまた操作性の悪さで骸骨に食べられてしまったので、ここから赤い靴洗い流してオタマジャクシを犠牲にしちゃうこと、それって自動で使用されます。 OK、 毒の上歩けるって書いてあったね。ちょっと前回の反省点としてちょっとテロップを見せるのが遅かったので少し見せていきますね。ごめんなさいね。毒の上を歩ける。地上で使用されますですね。で、こっからですね、骨ちゃんが出てくるので、こっちから、はい、オッケー、落ち着いて、オッケー、オッケー。落ち着けばね、もう、へっちゃらですよ。オッケー、一回セーブ。さあ、わかりにくいので、一番上にセーブしていくぞ。さあ、こっから猫ちゃん、毒、こっからね、上の毒を、操作するから、もう、ね、この樹木は喋らなくなっちゃったし、鳥さんもどっか行っちゃったね。オッケー、レッツゴー。さあ、でも15秒しかない。色のない靴で通ること。ドクロの本体を。オッケー、で、一回ここの、あそこの、毒を渡りから行くぞ。レッツゴー。さあ、こっから行って、まっすぐ。いいね。いいよ。まっすぐ。これ間に合うかな？これで絶対どこ、うわー、怖え。ダメ、道草しちゃダメだね。こっちはどう？あーしてーさよなら。オッケー、もう一回やっていくよ。ここ間に合わなかったから、もう、構わずに一直線。レッツゴー。前々回ぐらいの動画の時と一緒だね。さあ、もうビビらない。大丈夫。やったとしても、おらー！さあ、やったとしても、こっからやってって、で、ここにガラスの、ああ、粉々に砕けちゃったよ。あれ、さっきの隣の部屋行けなくなっちゃったけど、大丈夫なのかな？いや、友達って、なんだろうね。なんだろうね。俺にもわかんないよ。まあ、なんだろう。なんか、その、いじめてくる子はやっぱり友達じゃないよね。友達はね、なんかそう、友達ってなんだろうねって言われると答えるの難しいよね。でもなんか、あれだよね。知り合った人は友達ではないけど、まあ、いっけぞ。彼女は、さない。だって彼女は、私をこの病気から救ってくれるから。私は彼女と友達になることにした。あ、私ですか？あ、そうなの？ありがとうございます。ただ、私が、病気を治してくれるっていうのはどういうことだろう？何か、なんだ、特殊なものを持ってるのかな？先進んでいくぞ。はっ。左に女の子。縁に、ぬ、薬と書いてある。包帯や消毒液が入っている。吐き気、と書かれている。何かの骨が大量に瓶詰めされている。何かの肉が大量に瓶詰めされている。包帯や消毒液が入っている。そしてこの血のついたところは、棚の奥に小さな瓶が入っている。取っちゃうよい。かわいい小瓶。魔女のバラを枯らすことのできる薬。甘い香りがする。へぇー。おー、イェーイ。喉を、焼くと書かれている。文字がかすれて読めないところが。うわぁ。前々回に出てきた人形だね。紫色の。拾う？人形の頭。おーおおー、何それー、すごい、わからん殺しが発生したぞ。レッツゴー、レッツゴー。かわいい小瓶とかとなんか関係あるのかな？さ、ここであそこに女の子がチラ見してきて。で、こっちはなんかある？止血、と書かれている。睡眠薬。鎮静剤だね。鎮静剤と書かれている。目薬。目薬。はっ！そういうのあり？だ設定的にさ、こっちってゲーム上何もないっていうパターンでしょ？ちゃんと壁っていう認識でしょ？怖い。何薬？頭痛薬？頭痛。っていうかさっき、エンカウントしちゃったんだよね、さっき。大丈夫かな？トゲが飼ってる。オッケー。ここは？オッケー、これで。オッケー、ダイナミックエントリー。さあ、頭がやっ
てって甘い香りがする。これでこういく？オッケー、なんかそんな感じがする。一回ちょっとセーブしましょうか。引き寄せられて倒されちゃう法則があるから。はいよ、小部屋、5階の小部屋。さあこれでセーブで、多分どうなんだろう、ここじゃないよね、使用するのはね。そうだよね、オッケー。さあこっちに戻ってって、ここのコーヒー、おーし、こう言って、ここ、普通に買わせるんだ。おー、すっごい、うわ、一気に増えて、怖っ。なんだよ、せっかく逃げ切ったのに。てか、あそこ避けれるんかい。じゃあ、あの人形の頭を拾って、すぐ、はい、出れる？オッケー、すぐ、はい、おん。うわぁ、一回かわさなきゃいけないね。なんかそのままいけるかなと思ったら全然いけなかった。むしろさっきなんで起きれたんだ？さあ、こっから行ってって拾って、こう行くやん。こう行く、オッケー、なんで今かわせたんだ？あー、よいしょよいしょよいしょ。わっしょいわっしょいさせて。さあ、で、あそこの扉に当たると、開かないの？あ、うわ、すごい、なんか、いきなりコンテナになったよ。間違えて。あ、オッケー。なんか、いつの間になんかこんな感じになった。彼女は殺さない。オッケー、彼女と友達になって猫ちゃんがいない。ここは、じっとこちらを見つめてて、カラスは前氷。ここ戻ったらもちろん、やられちゃうよね。オッケー。さあ、こっち行ってって、うわあ、なんか、いきなり侵食されてる。戻ったらどうなる？あ、毒キーがなくなってる。それでこっちってことね。でもちょっと待って、あそこはなんで、ビオラの体が出てきたんだろう。一体どういう意味があるのかな？うわあ、何もない。オッケー。じゃあ、ちょっと先へ進もう。ちょっと無駄しちゃったけど。さてさて、そろそろなんか、この病気みたいな、謎みたいなのが解けるのかな？何も入ってない。紫色の首のない人形。拾わない。ここで、使用できない。OK、じゃあ拾う。首なし人形。おお！これで、使用する。頭と組み合わせて。さあ人形を手に入れる。何も入ってなくて。で、こっちは？よいしょ。なんでゴキブリがいきなり落ちたの？ああ、ここなんかゴキブリぐしゅってやったら、なんか、あ、敵出てきそう。こっちはどうだ？変わらず。で、こっちも変わらずだよね。そうだよね。オッケー。じゃあ、向こう戻って。ろうか。人形は何だろう。あそこかな。あそこの途中のね、4体、置くところがあったんですよ。そこかな。どうだ？さあ、ゴキブリが、さあ、もう容赦なくぐしゃっと踏んづけてって、あっ、裏には何も書かれていない。あれ？なんか消えてるよね。何も書かれていない。そうだよね。ドクロの兵士。ここら辺は何も変わらない。なんか、これに、アイテムがあるわけでもなさそう。じゃあ、こっち、戻ってみよう。うわぁ、侵食されてるぜ。あ、老樹さん、大丈夫？木は赤く染まっている。ここら辺は何も使う気はないんだね。父よりが変わってないし。オッケー、ジンジャーティーは空っぽ？オッケー、もう飲んじゃったんだね、猫ちゃん。さあ、ここで普通にセーブ。どうすればいいんだろうか。あそこに戻ればいいのかな。こっちは、あ、ここはでも骨がある。来る？骨来そう。お母さんは私を捨てようとした。ああ、お母さん！ここ何？ここ何も見えない。
お父さんは私を見ていなかった。そうだよね、薬物中毒だもんね。うわあ、怖え。うわあ、赤色の草が釣られている。これなんだろう、一体何を意味するんだ。うわあ、きっとこっちがお母さんで、こっちがお父さんだったんだろうね。で、捨てようとしたから、なんかあそこに囚われちゃってたとかね。ここは特に変わってない。死んだお玉はもう浮いている。こっち行ったらなんかあるのかな。ちょっと、骨が出てこなければ。はあ！すごいよね。もうやられてからリアクションが同じになってきた。もうびっくりしすぎて。すごいね。探ったら絶対許さないマンになったんだね。骸骨たち。うわ、あんな綺麗な挟み込み、ちょっと久々に見て。おお、なに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 、ああ、食ってる！黄色い花たちが食われてる。無残に切り裂かれていて。おいえ。ああ、なんか長いしちゃいけなさそう。うわ、うわ、うわ、うわ。うわ、なんだ、バラの呪いがすごい侵食されてるってことか。うわ、怖え。多分長いしちゃいけないよね。一応近づいてみる？一応ね。触らない。こんなものには何も触らない。さあ、ここはどう？魔女の日記。ここは変わらない。オッケー。こんなもん触らんて。でも多分触ったらブシャッって踏み潰されるだけだと思うから、こっちは特に用はないよね。オッケー、開かないね。はい、よっしゃ、行こう。オッケー、この真っ赤な血で。すごいね。よし、じゃあ戻ってみよう。あそこの人形の置き場のところまでね。さて、どうなるか。友達とは一体何なのか。ここで人形を置く。そしてどうなる？ほう。オッケー、穴が開いた。一回セーブ。猫ちゃん。オッケー、セーブ、ありがとう。僕はね、君がうまくこっから逃げられようが、この家に食われようが構わないんだけど、どちらかというと、ね、君に逃げてもらいたいなぁと思っているんだよ。ま、死なないでよ。うわぁ、すごい。無責任。どっちかわかんなかったけど、まあ、味方寄りってことだよね。すごい無責任発言したけどね。まあ、ね、って、ね、すごい、本当になんかどうでも良さそうな。さあ、こっち行ってきて、静かに微笑んでる。両目を見開いている。ここなんかあるかな？静かに微笑んでいる。オッケー。さあ、こっち下へ降りていって、本当に？どういうこと？こっちじゃない道もあるってこと？普通に逃げられるってことかな？なんか一応ね、ここの館の中には出口っていうのがあるんですよ。一応ね、ただ鍵がかかってて出れないっていうことにはなってるんですけど、これがあるってことは戻る選択肢もあるっていうことか？あー、ちょっとね、怖くてね、だんだんちょっと気持ち悪くなってきた。あー、よし、行くぞ。穴が開いてる、降りる。本当に降りるよ。多分こっから先は進めない。うわ。うわ、真っ暗だ。なんかバラの穴が一直線になってる。うわ、血が垂れてる。あー、怖い。はい。私の部屋までおいで。ああ、序盤にあった。序盤の最初にあった、なんつうの、文字。あれが、あそこなる前に2回初見殺しでやられてるんですよね。さ、こっからいきなり明るくなったぞ。こっから魔女の部屋になるのか？私の部屋においでってことは、ここはということは外っていう設定かな。あ、猫ちゃん！黒猫の死骸がある。ああ、やられた！猫よ！うわ、ぐしゃん！いや、やめてくれって。一体、どんなんだ？オッケー。これは変わらない。使用もしない。オッケー。なんでだ？開ける。一体なんだって言うんだ、この先には。レッツゴー。うわあ。ああ、どういうことだ？血まみれのベッド、コップが転がってて、
うわー、これでなんか傷が悪化しちゃって、なんか這いずり回ってたのかな、それともこのなんか呪いの代償みたいなのでこうなっちゃってたかな。オッケー、椅子が倒れてて、でバラがあって、彼女、魔女の日記飲むよ。私は病気で死ぬ、だから彼女の体をもらうことにした。ひえー、いやー、どうしようどうしようどうしよう、こっから魔女来るよね。彼女の体で生きることにした。あー怖い、いいよね、ダメです、絶対にダメです、だって私たち友達だから、私に体くれるよね、いや絶対あげない、うわーゾクゾクしてる、今鳥肌立ってる、怖い、いや友達だから、だから今日も遊びに来てくれたんでしょう、いやあなたと初対面なんですね、ビオラちゃん。うわー、そこか、お前か。でも助けてくれた子はなんだ。くわー、うっ、げー、あ、は、は、は、ビオラ、え、なにこれなにこれ、え、どういうことどういうことどういうこと、セーブする場所、えっと、なんか、こういうのってさ、ダメだから、1、2、3、ちょっと4番目だと不吉だから、5番目。ファイル5番目になんでいきなりセーブなんだ？して、OK。うわあああああげます、あ、猫ちゃん助けて、はい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 、いや、逃げる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 、怖い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 、はい。OK、おいえ、おいえ。どこまで逃げる、こう言って左、うおっしゃい、おっし、さあこっから逃げるぞ、あーこっちこっち、うわー、はいはい、あ、あ、開かない、うう、あ、いや、あー、うわー、うわー、怖えー、下半身のない魔女っ子、怖かった。ああいうチェイスが始まるんだね。なるほど。あそこでセーブしたのは、もう会社からの配慮ってことなんだね。さ、ファイル後にセーブしてたから、なんかあの、小瓶をどこに使うのかな。さあ、やっていくぞ。あら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 、出し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 。あそこの部屋の中のバラとかなんか、あるのかな。おお、はい、はい、はい。持ち物とか今のところ使えないもんね。で、こう階段降りたらすぐあそこの、あー、なんで今動かなかったじゃん。あー、いった、背筋が痛い、うー、さあ逃げるぞ。そう、で、ここのね、不思議なところは、うっ、おいおい、てか下半身なのに速すぎない、這いずる速度速すぎるって、魔女っ子、うー、はいはい、で、こっからもう一回、はい、で、こっち、うーしゃい、はい、オッケー、で、ここが、おう、おうし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 、おう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 、ああ、ここから、ちょっと待って。音がない。こっち行って、ふ、今なんかあった？こっちは？あ、こっち開くんだね。オッケー。さあ、まっすぐ行って、おいしょい、はい、あっちゃいし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 ゃはい、オッケー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 。で、こっからどうする？こっから普通に逃げる？オッケー、ビオラ逃げ切れるかな？オッケー。たっ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 たと、たったったった、あ、紙がある、拾う。手紙を手に入れた。なくしていた手紙の前半部分、読む。ビオラへ、昨日は怒鳴って悪かった。あ、森の奥には魔女が住んでいて、迷い込んだ子供をさらうって昔から言われていてな。その友達の家が森の近くだって言うから心配になったんだよ。その友達、エレンちゃんだっけ？その子の家に遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるよ。うわぁ。エレンの家って書いてあるけど。どういうことだ？もう一回エレンの家に行くってこと？エレン？エレンって誰？ちなみに。ここがエレンの家？
うわー、すっげー錆びれてる。こっからもう行くってことはない。うわー、でもあれだね、呪いに侵されちゃったって感じだね、完全に。怖ー。よし、行こう。一回森の出口へ行ってみよう。あそこの小瓶をでも使うところは一体どこだったんだろうか。よし、とりあえず出よう。あー、バラが。ここか。ここで使うんだね、可愛い小瓶。オッケー。小瓶の薬をかけて。そう、ここも、もう魔女の呪いが入ってきちゃったから、これで呪いを解くってことだね。オッケー。さあ、走れ、ビオラ。あ、パパ？パパ？ああ、ビオラ。ビオラなんだな。無事か。どこも怪我してないか。はあ、よかった。お前の帰りがあんまり遅いから、森の中を探してたんだよ。とにかく無事でよかった。雨も降ってきたし、早く家へ帰ろう。うわぁ、合図って出てきてる。なんだ。ビオラ下がれ、ビオラ。一発に圧。とどめ絶対刺さってないだろう。呪いだから。消えた。そうだ、早くとりあえず逃げよう。黒猫ちゃん、エンド？はてな。オッケー、クリアー。なんかすごい最後もやっとしたね。エンド？だからなんかやっぱマルチエンドがあるんだね。うわー、すっきっとまあ、この館を助けるっていうパターンもあるんでしょうね。あそこの小瓶とか、なんかどっかのフラグを回収したりとかすんのかな、わかんねえな。スペシャルってなんだろう。森の奥には、なんだなんだ。あ、なるほど。この死の記憶が、こうやって出てって、あ、すごい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 。魔女の家の新作して、制作決定っていう、原案か。原案か。なるほど。だから、ここになんかでもキーワードがあるのかな？森の奥には魔女が住んでいて、迷い込んだ人間をさらう。そんな言い伝えが私たちの村に終わった。でもいつからか、そんな噂は消えてしまって、村の大人たちもどっかの国の偉い人も、魔女なんて言葉を口にしなくなった。それならもう森の中に遊びに行っても平気よね。遊びに行こうか。彼女は私の手を取る。うん。私は微笑んでうなずく。うわー、もしかしてさ、関心なくなってた女の子、ビオラの友達、エレンって可能性あるね。うわー、どうなるんだろう。この死の記憶が、キーだから、どんどんこれを解放していくと。そっかー、じゃあちょっともう一周しなくちゃいけないね、ここね。この5つとか全然やってないもんね。最初の方もセーブしちゃったんだよな。これね、怖かった。そして魔女の呪いとは何なのか。これからもちょっと謎が多くあるんですけども、これからはね、この死の記憶をちょっと集めに行きたいと思います。リオラ、ちょっとね、お前には辛い思いをさせるかもしれないけど、ちょっと一緒に頑張っていこう。OK！ そしたら今日の動画はここまでです。また次回お会いしましょう。バイバイ。